国立大学法人岡山大学西山研究室の皆さんです。それでは3次元データを活用した研究の取り組みについて岡山大学が発表させていただきます。私たちの研究室では3次元測量を活用した研究を行っています。その中でも今回は道路、河川、港湾におけるの3分野における発表を行いたいと思います。よろしくお願いします。それではまず道路分野に関しての研究として、3次元データを乗り面点検に活用する取り組みについて説明しようと思います。まず研究背景と目的について説明します。現在建設後50年経過したインフラ構造物の老朽化が進んでいます。また気候変動による影響から短時間豪雨による災害の危険性が高まっています。このようなことからインフラ構造物の維持管理更新が重要となっております。現在の乗り面点検は道路土工構造物点検要領に定められている通常点検と特定土工点検を行っています。通常点検は巡視や通報に基づき返上が認められた場合に実施し、特定土工点検は5年に1回の頻度で行います。これらの点検は近接目視を主として行われています。近接目視による点検は専門的な知識を有している技術者が行うこととなっております。点検者によって一様な結果が得られない定性的な手法となっています。さらに少子高齢化による技術者の不足や経済的負担が大きくなるなどの影響があります。そこで3次元データを活用した維持管理を行うことで、これらの問題を解決することを試みます。3次元データを活用するさまざまな手法の中でも、本研究は携帯型レーザー計測システムを活用しました。携帯型レーザー計測システムは GNSS、IMU、レーザースキャナを搭載しており、事故位置を推定してリアルタイムで点群を取得できます。これを背負い歩行することで、急傾斜や車両が通行困難な場所でも計測ができます。本研究ではこれを用いた3次元データの取得を行い、取得したデータに対して精度・密度に関する検証と乗り面の変状抽出を行いました。本研究の対象乗り面は山口県萩市の国道401号線田原山豊田道路に位置します。こちらは山陰道を構成する道路の一つで、現在事業が行われています。この田原山豊田道路の多くの事業箇所には関門層群と呼ばれる地層が分布しています。関門層群とは切り戸による応力解放によってスレーキングが進行し、徐々に強度が低下する性質を持っています。この関門層群が分布している地域において、のり面の地滑りや、のり面崩壊の事例が多く報告されていることから、維持管理の重要性が高い場所となっています。こののり面を対象として計測機器を背負い歩行することで3次元データを取得しました。まず精度と密度に関する検証です。精度に関しては、設置した標定点の中心座標をトータルステーションで取得し、その値を真値として扱い、3次元データから取得した値と比べた結果を精度とします。のり面と水平方向に22mm、のり面と垂直方向に 24mm の精度が確認できました。密度に関しては、標定点上にある点群数を標定点の面積で割ることで算出しました。結果は1平方メートルあたり約3万点の密度を得ることができました。続いて3次元データを用いたのり面の変状抽出の解析手法について説明します。解析は ICP を応用した手法を用いました。 ICP とは位置合わせを行う手法の一つで、1軸目の点と最も近い2軸目の点を対応づける対応付けと、回転移動と平行移動を行う最適化を繰り返し計算することにより2軸の重ね合わせを行います。この時の重ね合わせた時の移動量を変状とみなし、二次期の変状の定量化、抽出ができると考えられます。こちらの写真は解析を行うのり面の写真です。
のり面に教師体の異な厚みの異なる教師体を設置します。設置する前を1磁気目、設置した後を2磁気目として扱い、2磁気の3次元データを取得します。それらに ICP を応用した手法により解析することで、設置した教師体の厚みを偏状として抽出することができるかを検証しました。結果はこちらになります。こちらは Z 方向にの偏状変異量を色で表しています。こちらの結果から10ミリ以上の教師体の厚みを偏状として抽出することができていました。また教師体の形状をおおむねそのまま再現することができていました。まとめです。結果は携帯型レーザー計測システムでは1平方メートルあたり約3万点の点群密度を取得でき、またその密度はこちらの通りになりました。 ICP を応用した手法を用いた偏状抽出では、携帯型レーザー計測システムにより取得した2磁気データを用いることで、教師体の厚みをおおむね教師体の形状通りに再現することができました。こちらの手法を用いることで、大きな変動が予想されるのり面のはらみ出しや欠損、人による点検では困難なのり面の変異を定量的かつ客観的に抽出することによるのり面点検の補助としての活用や、のり面上の変状を抽出し、抽出された箇所に対して近接目視を行うといったスクリーニング手法としての活用が期待できます。次に河川堤防のスラム技術を用いたモニタリング手法について発表いたします。近年、気候変動の影響により記録的な降雨が増加し、堤防の決壊や河川の氾濫などの甚大な被害が発生しています。また堤防決壊の多くは越水によるものであり、越水の原因の一つである堤防天場の沈下を定期的な河川点検で確認することができると被害の減少につながると考えられます。しかし現在の河川管理では、出水期、台風期および出水後の徒歩による目視点検、または200メートルごとの定期縦横断測量の結果により判断されているのみであり、定性的な評価になってしまうため、効率的でかつ定量的な計測手法が求められています。そこで近年、効率的でかつ定量的に計測が行える手法として3次元点群測量が注目されています。3次元点群測量とは、レーザー測量機器を用いて高密度3次元地形データを取得する測量方法であり、地形を連続的な面として可視化できるため、より詳細な点検が可能になります。さまざまな手法がある中でも、今回は簡易的な手法としてスラム技術と携帯型レーザースキャナーを組み合わせた携帯型レーザー計測システムに着目しました。スラム技術とは、センサーが認識する範囲における周辺環境の地図作成と自己位置推定を同時に行う計算手法のことです。お掃除ロボットや車両の自動運転技術などに活用されていますが、河川点検では汎用化されていません。 GPS を搭載しないため、機器構成が簡単で済むことから、定期的な河川点検での活用が期待されています。そこで今回、堤防天場の沈下を定期的な河川点検で計測する手法として携帯型レーザー計測システムの適用について検討しました。計測概要についてです。計測場所は岡山県吉井川九番地区の 1.3 キロポストから2キロポストで計測を行いました。軟弱地盤で地盤沈下が起きやすいため、効率的でかつ定量的な計測手法が求められています。700メートルの区間を上流から下流に向かって計測を行いました。今回、携帯型レーザー計測システムと比較を行うため、地上型レーザースキャナーでの計測も行いました。地上型レーザースキャナーは約50メートル間隔で計14地点で計測しました。
今回の計測で得られたデータの精度検証と二次期データの返上抽出を行いました。はじめに携帯型レーザー計測システムで得られた点群による再現結果を示します。地上型レーザースキャナーと同程度の点群量が得られました。また下の図は陸肛門の再現結果です。高密度の計測が可能なため詳細まで再現することができました。次に地上型レーザースキャナーと重ね合わせて補正を行いました。上の図のように補正前は計測区間の出発地点、折り返し地点で携帯型レーザー計測システムの方が標高方向に高く、中央に行くにつれ低くなっていました。そのため携帯型レーザー計測システムの点群データを中心で2つに分け、回転と平行移動を行い、地上型レーザースキャナーに近づくよう補正を行いました。補正後の出発地点から600メートル区間の標定点での標高方向の RMS は 4.04 センチとなりました。右の表は河川管理用3次元データ活用マニュアルに記載されている標高方向の許容誤差で5センチ程度と記載されているため、許容誤差範囲内に収まったといえます。次に二次期データの重ね合わせを行い、変異量を抽出しました。一次期目のデータとして2017年に同計測場所で得られた MMS のデータを使用し、今回の計測で得られたデータを二次期目として変異量を抽出し、沈下を計測できるか検証しました。 MMS と地上型レーザースキャナーの変異量を沈下量とし、携帯型レーザー計測システムで同じように再現できるか検証しました。解析方法として、先ほど道路分野で説明があった解析手法と同様に ICP を用いました。また左の図の赤枠で囲まれた171メートルの区間で解析を行いました。解析結果をカラースケールで表したものを示します。沈下量に違いがあるものの、沈下の発生箇所を検知できていることが分かります。今後計測区間を短くしたり GPS を搭載した機器を使用するなど、計測方法を変更することによって精度が良くなり、実用化が期待できると考えられます。最後に港湾分野における UAV グリーンレーザーの活用事例について発表させていただきます。近年は世界的に船舶の大型化が進んでいることから、港湾の機能維持のために航路や白地の増進維持管理が必要不可欠となっています。しかしそれに伴い発生する浚渫土砂の処分場は、環境問題と地元調整が困難なことから、なかなか整備が進んでいないのが現状です。そのため処分場の延命化や受け入れ容量の増加を目的として原用化施工が行われています。原用化施工とは、粘土地盤の厚密沈下を促進し、新たに生じた空間を有効活用するものであり、処分場に適用することでさらなる浚渫土砂の受け入れが可能となります。このような状況で粘土地盤の原容量や受け入れ容量の把握が求められており、そのモニタリング手法が重要となってきます。しかし現在の残容量の把握は、水位表等による定点観測しか行われていないのが現状です。また最近では建設 DX が推進されており、港湾建設現場においても定量的かつ面的に把握することができる3次元データを用いた管理が進められています。これらのことから、浚渫土砂処分場におけるより効果的な原用化施工をモニタリングの手法として、 UAV グリーンレーザー計測技術が検討されています。 UAV グリーンレーザー計測技術とは、グリーンレーザースキャナーをドローンに搭載して3次元データを得る手法です。グリーンレーザーは特有の波長から水中を透過する特性を持つため、水陸一体の計測が可能となります。
またドローンを使用するため迅速かつ簡便な計測が可能です。 UAV グリーンレーザー計測技術を浚渫土砂処分場のモニタリングに適用していくためには、測量精度と土砂処分場の計測特性について知る必要があります。そのため今回実際に岡山県倉敷市に位置する浚渫土砂処分場において計測を行いました。左下にその土砂処分場のオルソ画像を示しています。本土砂処分場には水島港付近の航路や白地の浚渫土砂が投入されており、受け入れ容量の増加を図るために現用化が実施されています。計測は2023年11月30日と12月6日の2日間異なった UAV とグリーンレーザーを用い実施しました。以降11月30日に用いたレーザーをレーザー1、12月6日に用いたものをレーザー2とします。12月6日に実施した計測ではハイブリッド式のドローンを用いたため、本来図に示した黄色い枠の大きさの範囲を計測するには従来のバッテリー式のドローンで7回程度に分けて計測を行わなくてはいけないところ、1回で効率的に計測を行うことができました。まず土砂処分場内の計測データ精度について見ていきます。精度検証は中央に概要を示している試験タンクを用いて行いました。タンク内の水はそれぞれ水道水と海水、土砂処分場の水の割合を変えており、タンク1からタンク5にかけて濁度が高くなるようになっています。また試験タンクの水深は土砂処分場において把握が必要とされている1メートルとし、試験タンク内に直径50センチ、高さ10センチの対空標識を設置しました。水分の精度検証は抽出した対空標識上の点の標高平均を算出し TS 測量の結果と比較することで行いました。検証結果はグラフに示しており、濁度の増加により誤差も増加する傾向が見られ、土砂処分場の水が入ったタンク5では誤差が10センチほど見られました。その要因としては、土砂処分場の水が多くの懸濁物質を含み水中の密が高いことからレーザーの遅延・屈折が起こったのではないかと考えられます。次に水分の精度検証と同様の試験タンクを用いて濁度の影響の検証を行いました。左下には試験タンクの底の点群の反射強度を示しており、タンク1からタンク5にかけて低下していることが分かります。また右下に示した点密度についても濁度が高くなるにつれて減少しています。このように土砂処分場の特有の濁りは精度や点群取得に影響を与えるため、土砂処分場の計測はできるだけ濁りが小さい時期に行うことが有効であると考えられます。最後に現地土砂処分場の計測結果からグリーンレーザーの促進能力について見ていきます。ここでまず現地土砂処分場の濁度の計測結果について整理すると、レーザー1の計測時が平均で 35NTU、 レーザー2の場合が 12NTU でした。そして左下に現地点密度取得結果の断面図を示しており、レーザー1については計測範囲内最大水深である約 0.7 メートルまで、レーザー2については計測範囲が広かったことから水深1メートルまで促進できていたことが分かりました。よって浚渫土砂処分場での UAV グリーンレーザー計測は濁度の影響を受けますが、水深1メートル程度であれば推定を計測できると考えられます。今後浚渫土砂処分場の残容量把握に活用が期待できます。このように今回は道路、河川、港湾の3次元データの活用事例について紹介させていただきました。今後も3次元データの活用が促進されるよう研究を進めてまいりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。